はいこんにちは南部チャンネルです本日はバーミヤンの餃子がお持ち帰りできるということで買ってきましたそして中身を開けてみましたら丁寧に利益が漏れないように包装されてそしてタレも5パックずつラー油と付いてました40個以内で5パックありました そして自社の工場で作られた餃子早速焼いていきますフライパンにそのまま餃子を冷凍のまま並べて加熱していきますある程度焦げ目がついたらそこで水分コップ一杯のお水を入れますねそしてしっかりと中まで生餃子なんで火を通さないといけないのでしっかりと蒸し焼きしていきます いい感じにね、もう、見てるうちにどん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 もう火が通っていくんですよね。出来上がりました。見てるだけでも本当に美味しいんですよね。食べたら、やっぱりあの、バーミヤンの餃子、そのままの味でした。すごく美味しかったです。ごちそうさまでした。そしてね、この餃子、なんと、バーミヤンで買うんじゃなしに、ガストで買えるんですね。 ガストもスカイラークグループの中の、まあ、同じグループなんですけどもなんとまだ7店舗全国で7店舗だけでそれも千葉県だけのガスト7店舗でテスト販売されてるんですこちらの7店舗がこちらになりますぜひ試してみてください最後までご視聴ありがとうございました それでは皆さんよかったらチャンネル登録もぜひぜひお願いいたします。ありがとうございます。それでは、さようなら。